本橋ね。でもなんか高速道路に日本橋ってかかってるのもね、どうなんだかなって思いますが、さあ、西から東へ渡るっていうことかな。いつも車で通ってしまうからなかなか見ることが少ないんですが、立派ですよね、これもね、高速道路から上は見えるのかな、ね、江戸の人たちはこの景色は想像もしてなかったでしょう、日本橋の上から。ちなみに今歩いててまた思い出しましたが、この三越の中にも劇場があるんです。三越劇場という劇場が、歌舞伎役者は初舞台大体2歳4歳とか、まあ普通4歳ぐらい、遅くても6歳ぐらい、私17歳だったんですが、11歳の時に一度だけ舞台出てるんです。それ舞踊公演、それがここ三越劇場で初めて初舞台を踏んだんですね。中学1年の時か、12歳か。歌舞伎役者としては遅いんですよ。だからすごいハンデキャップ、身長のハンデもあったし、普通はね小さいハンデって言うけど大きすぎるハンデキャップ、それから初舞台がもう子供の頃から大きかったので子役として出られなかったんです。子役は小さくてある程度年齢がいってる方がしっかりしてるからいいんですけど、で声変わりもしてないのに背は大きかったから子役に出られなかった。で大人の役で出られるようになってから役者になったので17歳になるんです。